おー、ともきりゅうたろう、おはようさん。今日早いじゃねえか。あー、そうか。部活の朝練っつうのがあんのか。そゃご苦労だな。あ、俺か俺はいつも通りだよ。毎朝この時間に起きてこうやって散歩してんだから。あ、じゃあ学校頑張るよ。あまたな。お <laughs> おー、また会ったな。学校帰りか。あー、そうか。どうだ、学校は。疲れたか。あー、疲れたか。 そらご苦労だな。え龍太郎が古典の授業の時、居眠りしてたはっはっ古典だけに、古典と言っちゃったかはっはっはっは。あ <laughs> あ、そうだ、お前ら。腹減ってっか。腹減ってんだったら、今からうちで飯食うか。どうだああ、竜太郎食いたいか。来い来い来い。ああ、まあ確かにそうだな。お前らのお母さんたちがもうご飯用意してるか。あ それじゃあ、また今度な。うん。いつでも食い食いよ。じゃあな。<laughs> おお。どうしたお前ら。何やってんだ、こんなとこで。はあもきの自転車のチェーンが外れたどれ俺に見してみろ。ねえ、うん、よ。遠慮すんな、ともき。見してみろ。ああ、なるほどな。これがこうなってんだな。だから、こうして、こうだ。よし。直った。<laughs> すげえか <laughs> 当たり見えだろ大工っつうのは、作るのも直すのもプロなんだよ <laughs> それじゃあまた何かあったらいつでもいえよじゃな <laughs> う,んうんうんおまい <laughs> ああ、そうだ、母ちゃん。ともきとりゅうたろういるだろうどうもあいつら最近、ご両親とうまくいってない感じすんだよな。 ああ、いや、なんでってことはないんだけど、なんとなくな。毎日見てたらわかんだよ。もし母ちゃんがよかったら、うちで飯でも食わしてやろうかなと思ってんだけど、どうかな。ああ、ま、あ確かにな。向こうのご両親に気使わせちゃうか。ほんとかおお、じゃあ母ちゃんからうまいこと言っといてくれ。悪いな。はっはっはっ太郎、 どうだはっはっはっは。<laughs> そうだろう。うちの母ちゃんが作る飯はうまいだろう。はっはっはっは。お前らもな、毎日ご飯を作ってくれてるご両親に、ちゃんと感謝しなきゃいけねえぞ。わかったかなんだ、竜だろう。なんで親が嫌いなんだよ。はぁタバコが見つかったお父さんに殴られた バカ野郎殴るくらいお前のこと真剣に考えてくれてるってことじゃねえかいいか二人とも覚えとけよ自分のことを本気で怒ってくれる人のことは大事にしなきゃいけねえぞなぁ言うだろうタバコなんて大人にならいくらでも吸えんじゃねえかそれまで我慢しろそれに大人になったら酒も飲めるしなは <laughs> 二人とも酒が飲める年になったらまた遊びに来いなあ ええー、そうか、そうか。龍太郎は大手の会社に内定決まってんのか。偉いなぁ。<laughs> <ん> <laughs> 何を迷うことがあるんだよ。ここに帰ってくるのなんていつでもできんだから、外の景色見てこいなともきは、あんまり地元は好きじゃねえもんな。わ <laughs> かってるよ、そんくらい。 高校生の時、うちに飯食い来た時もよ、こいつずっと居づらそうにしてたもんな。ははははともき、何にも気なんて使う必要ないんだぞ。こういう田舎ではな、子供たちのことは大人みんなで育ててるつもりなんだよ。だからお前ら二人の子供、本当の子供みたいに思ってんだから。うん、特にうちは、 子供もいないしな、うん。しかし地元ってのは不思議なもんだよな。大人になるとよ、趣味とか価値観の合う仲間見つけて一緒にいるだろうでもさ、なんでかわかんねえけど、地元が一緒っていう方が強いつながりに思える時もあんだよな。ただ生まれた場所が一緒ってだけなのにな。はっはは。ともき。 お前がどんなにここを嫌いになっても俺はお前の味方だからなそれが地元ってもんだえ <music> ああまさか竜太郎がこんな立派の工務店開くとはな <laughs> こりゃこれからは うちにいっぱい仕事回してもらわねえとな、ともき。はっはは。中川に浮かぶ夕日をめがけて。